ゼロに抑えたことはとても良かったと思うんですね、はい、しかし、そこから、良い守備から良い攻撃って言いますけれども、先ほどの流れのまま今、鈴木優斗と杉本健吾はポジションも入れ替えています。水沼、背後に入れるか、これは三浦が弾いて流れましたコーナーキックです。ただ、レオ・セアラ惜しかったですね。そうですね。工夫して渡辺皓太と松原がポジション変わって、水沼皓太のこの右足の精度高いんで、ここはね。ただその後つながらず松原スルーパス。さあ中川、フラッグはまだ上がってません。中川折り返してレオセアラー。オフサイドです。リレーを行っていたようです。この後ですよね、おそらく。中に出たところでしょうね。間に入ってきました藤田。さあ松原折り返し、レオセアラ後ろから中川だ。先制成功、エクバリノスっていうところ。ジュエル・チマもそうですね。このクロスに対して前半もあったんですけど、必ずこのファーポストだとかこの枚数かけますから、なんといってもコントロールしてからちょっとためたんですけど、うまくね、しっかりとこの後のステップも踏みながらよく抑えましたね、シュートね。このクロスの精度なんかも松原やっぱり高いですし、このボールの軌道、渡辺から長戸、中川、インスイングのクロス、レオセアラー、パーフェクトクロス、パーフェクトヘッド。いやー、レオセアラ決めてくれましたね。このインサイドを長戸が取って、アウトサイド中川で、クロスの精度なんかもドンピシャですし、レオセアラのこの入るタイミング、ちょっと後ろ下がってて上がってくるよっていうタイミングで入っていったんで、スペース空けといて、見事なこれヘディングシュート、ゴールですね。岩田智樹、ファウルアウトヘッド、レオセアラ頭に当てましたレオセアラ。松本昌也残します。さあ上げ切りたい松本、入れてきます。ファーサイド、吉永待ってました。セカンドボールシュート、上原です。これがジュビロのファーストシュートになります。鈴木優斗、大津が前を向く、大津シュートだ。セカンドボール、ファビアン・ゴンザレスになりましたけど、上原力也の右にオーバーラップしたところ、良かったですよね。これは先ほどの松本昌也、ファーへのクロス、ファビアン・ゴンザレス。岩田智樹から松原。試合が終わりました。0対2、敵地でエクマリノス、スリーポイント上乗せ成功。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like subscribe get push notifications. Like subscribe push notification.